はい、皆さんこんにちは。今回はね、結構面白い内容をお届けできるんじゃないかなと思います。ここ香港に僕は幼い頃に一度来て、その後高校生の時で大学生の時、トータルで3回来たことがあります。その時に撮った写真が手元にあるんですよ。今回はね、この昔来た時に撮った写真と同じ場所に行って同じポーズを撮ってこようと思います。さあ、その場所が果たして変わったのか、それとも全然変わっていないのか、その辺も含めてお届けします。お楽しみに。に持ってきた写真は全部で9枚あります。まあ順番に行ってみようと思います。これはね、初めて香港来た時なんで、多分小学生かな、そのぐらいの幼い頃です。で、2回目に来た時がこれか、高校生の時だと思います。そして最後がこれかな、大学生の時に来た香港。まあいずれも毎回ね、家族と来てるんですけど、その家族と一緒に歩いた思い出の場所に行ってみようと思います。さあ、ではまず1箇所目はここに行きましょうか。これはもうすぐわかるわ。ペニンシュラホテル、このチムサーチョイっていうエリアにあって、まあ目の前があそこ、まあちょっと木で隠れて見えないけど、あの向こうが海なんですよ。で、有名な K11 っていうショッピングモール。ここはね、日本のそごう。この交差点の角。はい。こちらがペニンシュラホテルです。ここです。お、結婚式だ。おめでとう。そこで撮ったんだ。まあここはね、この車がちょっと邪魔して全く同じ角度っていうのは撮れなかったけど、間違いなくこのペニンシュラに来ました。はい、次は香港で有名なこれ、時計台に行きます。このペニンシュラホテルからすごい近いので、もう歩いて5分ぐらいもあれば行けるかな。で、このエリアが香港の美術館ミュージアムアート。まあここはね、すごい近未来的な作りになってるんですよ。すごい綺麗でしょ。ここでね、香港に来てから一発目の CM ここで撮ったんだけど、そういえばその CM まだ流れないな。もう少ししたらオンエアになると思います。それも楽しみにしててください。で、こっから見える海の景色と対岸の香港島がすごい綺麗なんですよ。で、時計台はこの海沿いをまっすぐ歩いていくと、この先にあります。いやー、気持ちいいな。さあ、時計台も間もなく見えてくるはずです。ここを曲がったら来たー。ほら、見えた。これだよ、有名な時計台。目の前で見ると迫力あるね。ここに来たか、親父と。覚えてないや。親父、申し訳ない。これ写真と比べると、ここの噴水が変わったの分かるね。当時は、腰の位置ぐらいまでの、この噴水っていうか、あの、水のね、池の高さだったけど、今は、ほら、膝の高さまでぐらいしかないから、ここは全面改装したんだ。ここのモトローラーって書いてあるこの看板だね。この看板が写真で撮ると時計台のこの角のあたりに来ないといけないから、位置的にはもっとバックだ。ここから撮ったんだ。
そこに俺立ったのか。これおじいちゃん何憲法かな。では続いてはここと、ここ、まあ場所はこれね、全く一緒なんで、俺の想像だと、この階段じゃないかな、ここで撮ったんじゃない？この写真は、ここじゃない？こうやって比べると、ちょうど後ろに見える建物、これが今はなくなったんだね。当時はここまで何か建造物があったってことだね。で、母親と撮ったこの写真はこの位置。建造物はなくなったけどね、ヤシの木が全く一緒だ。はい、ということでジムサーチョイエリアは全部クリアしたんで次に行きましょう。こちらに行きます。これはね、もうすぐ場所わかるんですよ。モンコックにあるランガムプレスっていうとこのエスカレーターです。これ間もなくです。はい、ここです。これはだからエスカレーター降りてくる途中で撮ったんだね。この辺だね。ここもミッションクリア。まあざっと分かるとこは今回ったんだけど、この写真、夜の写真、これね、ちょっと場所がやっぱり分かんないんだよね。まあ確実な情報を得た方がいいので、あの人に聞いてみようと思います。つくみさん、はい、何でしょうか。場所が分かんないんですよ。これは これまだ行ってないです。でもこのお寺は分かります。これは分かりますよね。分かります。はい、これはとても有名な、はい、またこの後行こうと思ってるんですけど。この人探してるんですか。それは僕の母です。これあ、それお母様ですか。これは俺の母ちゃんです。あ、場所に来ただけで母親と行き別れしたわけじゃないです。わかります。お母様を探しに香港に来たんじゃないんです。あの人は今ではない、実家にいる。はいはい、実家に。失礼しました。ここね、とてもいいパワースポットですからね。わからないの、次めくっていいですか。はい、ここも僕はもう行きました。これ誰ですか。ちょっと見てますけど、これ俺だよ。これ俺だよ。はい、ここももう行きました。次の、はい、これもビルはわかるんで、逆さまだよ。香港のなんか象徴的なビルじゃないですか、昔からあって。フォーマみたいな。いや、だから俺だって。全部。ちょっと。はい、次。はい、次ですね。お父様かっこいい。ごめんなさい、もし私選べるんだったらお父様。いや、じゃあ、選べない。選べない。そういうコーナーじゃない。次行きます。はい。で、そこのエリアはもう行ってます。なるほど。はい、じゃあ次行きましょう。これなんですよ、わかんないのが。はい、冗談道、ジムサーチョイですよ。違う。冗談と、ちょっと待って、これなんていうの、これどこ。レイトン道。レイトン道はどこ。ジムサーチョイから、タイジまでで、ね、めっちゃ長いで大きい通り。ジョーダンのあたりか。だからこれがチムサーチョイあたりなのかなと思ったんですけど、ジョーダンの方により近いとこなんですね。で、もう一枚。これはワンチャイですよね。ワンチャイで、ここのビルが、あれだ、丸くなってる。これ Y の字になってるあそこですよね。この Y の字に似たような交差点が何箇所かあるんですよ。2箇所はある。あとすいません。はい、ちょっとわかんないことがあるんですけど。はい、これは誰に寄せた髪型なんですか、この立たせるという。それは当時僕がデイビッド・ベッカムに憧れてたんで。なんで当時デイビッド・ベッカムだったんだろう。俺サッカーしてないんだけどな。野球と空手だったんだけどな。つくみさんも一緒に立ち会ってくれるということで、この後一緒に行きます。見届けたい。お寺間もなくですよね。そうです。これ。はい、到着いたしました。アンモーテンポ。ここで記憶をちゃんと元に戻して。全然覚えてねえな。当時21、22ぐらいの時ですね。はい、ここだよね。うおー、
この中に俺の母親立ったってことだ。いや面白いな、こうやって同じ場所を訪れるって。コロナ落ち着いたらもう一回ちゃんとね、うん、今度は俺が2人を連れてきてあげたいな。お母さんここに立ってもらわないとね。そうっすね、同じポーズ、うん、母親とやろうかな。周りはこういうとこです。こんな高層ビルのど真ん中にお寺。では次に行く場所はここです。こちらです。だからいつまでやるんだ、逆さまだよ。立法センター、さあ間もなく目の前に見えない、あれこれの裏、このビルも香港を象徴するビルですよね。朝ビルです。かっこいいわ。ほら近いよ。このでかいスクエアがここなんですよね。これも親父申し訳ない、俺記憶ないんだよね。僕の親父がほんとどこでも歩くの好きなんですよ。はい、どんだけでも歩くし疲れ知らずなんですよね。この辺じゃないのかな。どの位置に立ったんだろうね。この角度じゃないかな。こんなんだね。じゃあこの橋の上に。オッケー。じゃあここか。俺ここに来たんだ。高校1年生ぐらいの時だから16歳。このね、ガラスにこれが、向こうのビルが映ってるのね。なんかね、ほら。あ、確かに確かに。これ、映るよね。このヒントね、そうだ。うん、はい。こうやっても映るもん。このビルが映ってるってことだから、位置は合ってるね。合ってる。じゃあラストこれですね。はい、これですね。ワンちゃん。ワンちゃんです。さあ歩いてワンちゃんにやってきたよ。カフェ休憩したら暗くなっちゃいましたね。そうですね。少し日が落ちて。今撮影が3月の頭なんですけど、香港は日が長くなってきた。今もう夕方6時過ぎてるけど、まだこの明るさか。その真ん中で撮ったのかな。これドンピシャの場所を探すの難しいわ。え？渡りますって。じゃあここの通り見えちゃいけないので、じゃないと、このピンクのマンションを横から映さないといけないので。あ、この角度か。はい、ここです、この角度よ。うわー、まさしくここだ。こうだ。やっぱり変わったのはビルの色だね。そう、奥のピンクのビルはまだあるんだもんね。ちょっと色が焦ったかな。このマックは何十年とここにいるってことだ。じゃあ続きまだまだ探します。頑張って。ありがとう、つくみさん。はい、お疲れ様です。さあこの間はつくみさんに急遽、手伝ってもらいましたけども、今日は、その時にヒントを得た情報をもとに、ここネイザン通りにやってきました。ネイザン通りはね、好きな通りなんです。というのも、昔東京に十数年住んでた時、あの銀座の近くの豊洲ってとこにいたんですね。ブロック状に区切られたこの通りがね、僕の目から見るとすごく銀座と似てるんですよね。だからここに来るとちょっと安心というか、まあ歩きやすい街の一つっていう感じですね。これですよ、今から探しに行くのはこの写真のエリア。温国という駅を少し通り過ぎたぐらいのところに来ました。で、看板を見つけたんですけど、こんな感じで看板が立ってんだよね。ここの数字、写真の数字は 580A-608、 603と601の間に今いるから、近いじゃん。近いし、これね、思ってた以上に探すの楽かもしれない。なんかこうやって数字を追いかけてるとドキドキするね。わあ、もうちょっとじゃないか。591、
この間ぐらいだよね。え ?591? ちょっと待った。通り過ぎてねえか。なんで ?580A。あ、これ道路反対側かもしんない。ちょっと渡ろう。ほらほらほら、間違いない。反対側だ。え、ちょっと待って。これじゃね ?580A。608。え、これじゃね見つけちゃった?そんな簡単に?なんか拍子抜けするな。これかな ?500。違うな。ちょっと違うな。数字はね、ここで合ってんだけど、合ってんだけど、その看板の周りの背景が、景色がね、どうしても写真と合わないんだよね。こう左側に 80A が来ないといけないんだけど、この角度で撮るとね、右側に来るんだよね。看板の数字は合ってんだけど、当時母親が撮った看板はこれじゃないな。看板の位置変わった可能性あるね。この周りのビルで判断するしかないな。いやーって言ってもこれ夜だから分からんぞ。なんかヒントないかな。このビルじゃない?あ、見つけたわ。この下水道の蓋、これヒントだわ。ほら、ここの横ね、ちょっと見えるんだけど、これだな。もうちょいにしよう。これの横にあったんだ。このポールね、これがこれですよ。うわ、ここで撮ったんだ。うわー、見つけた。じゃあ今はここに看板ないってことだね。どうですか、間違いなくこの角度じゃないですか。いやー、無事に発見できました。こう看板が撤去されてて移動してたので苦戦したんですけど、このポールね、これは残ってたよ。昔の面影じゃない、そのまんま残っているビルもあったり、そして新しく変わったこともあったし、で何よりもね、成長した自分がまた同じ場所にこう立つっていうのが感慨深かったな。これ香港に限らず今まで行った国回ってみるの楽しいかもしれないですね。分かんなかったエリアも全て、これで謎が解けました。はい、ということで、皆さん、僕の家族と僕の思い出のこの足跡を追いかける企画、最後までご視聴ありがとうございました。また香港からお届けします。お楽しみに。